ソミス、米カリフォルニア州、デッドムース、渋野ひな子、23、サントリーが、前日に続く好プレーを展開、4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算9アンダーにして、10位から3位に上がった。2019年、英ウ全米女子オープン以来の優勝まで、5打差に迫った。この日の会場周辺は、霧の後は、快晴。渋野ひな子のプレーも、その天候通りの内容だった。 序盤は寄せでピンチをしのいでのパーが続いた。そして8番パー5で2音させて、初バーディーを奪うと目の前が急に晴れたように、後半はショット、パットともさえた。11番は6メートルを沈め、14番パー後はまたも2音。最終18番は第3打を1メートル弱につけた。 初日、二日目に苦しんで、疑問になっていた一番は、またも第一打を左斜面の難しいところに打ち込んだが、全集中して打ったという成果で、50センチに寄った。本当に我慢できたラウンドだった。序盤は、バーディーパットが決まらなかったが、まあ、しゃーねーなーって考えながら打っていた。その後は、微妙な位置から1.5メートルも、長いのも入ってくれた。パターが頑張ってくれたと、嬉しそう。 一緒に回った中国人選手は少し日本語ができ、ラウンド中は女子はバナで盛り上がったという。カワウソが大好きで池袋にあるカワウソカフェに行ったことがあるらしい。ボールマークもカワウソ。カワウソめっちゃおいやん。と、ファンの歓声にサムアップで答える余裕もあった。首位とは5で離れているが、直近5戦で4回予選落ち後、いきなりの優勝争い。久々の日曜日。 楽しむぜと気合を入れた。失敗を繰り返さないための一工夫。渋野日向子の朝練に見たマネジメントへの意欲、記者の目。霧の影響でスタートが75分遅れた第3ラウンド。渋野日向子は現地時間の午後2時スタートで約1時間前から練習を開始した。ショット、パッティングと練習を行っていたが、2つある練習グリーンの小さい方で、 カラーからボールを転がし始めた。あまり見ない光景。渋野ひな子に限らず、カラーからパッティング練習をするプロは、あまり見かけない。グリーンを半周するように、カラーからのパッティングを繰り返した。初日は、同じ練習グリーンで、アプローチの練習を繰り返した。ところが、大事なムービングデーを迎えるにあたり、ウェッジではなく、パターを手にしている。 これには同じミスをしたくないという渋野日向子の強い意志が入っていたのではないかと思う。初日の最終ホールとなった9番パー3。右のピンに対して渋野日向子のティショットは右のカラーに止まった。ここで渋野日向子はウェッジの2打目を選択しカップを3メートルオーバーさせてボギーを喫し悔しいと言った。2日目のスタートホール。 パー4の2打目をグリーン左のカラーに運び奥のピンに対してまたもウェッジで寄せにかかったがこれを大きくオーパー傾斜のきついピン位置でそこから3パットのダブルボギーとなったそんな悔しさ満点の2ホールで3オーパーこれが許せなかったのかもしれないそこで生まれた今までにあまり見たことがないアサレンの新ルーティン マネジメント、クラブ選択を今の課題に挙げている渋野ひな子にとって、この練習は一つの不安要素を消すものだったのだろう。ボギーなしのラウンドでスコアを4つ伸ばし、優勝戦線に浮上した3日目。15番のパー4では、ティショットがダフに入り、つま先下がりのライから、グリーン左のカラーまで運んだ。 上りの3打目をなんで打つのかと見ていたが、渋野ひな子はフェアウェイを歩きながら早々にパターを握っていた。この3打目はわずかに右へ切れてバーディならずも、紙一重だった。もちろんピンまでの距離、傾斜、ライ、ラインと様々な状況で持つ番手が変わるのは当たり前だが、カラーからパターで寄せるという一見何でもないように見える一打にも。 渋野ひな子はこだわりを持ち、失敗を繰り返さない下地を作っていた。ここ2年間の渋野ひな子を見ていると、カラーやエッジからエレッジを持つことが多かった。それが渋野ひな子が決めたマネジメントであり、クラブ選択。やりたいことをやるという渋野ひな子の強い信念の一つかもしれない。でも、コースによっては、地面の硬さも芝の生え方も異なる。例ツアー本格参戦1年目。 知らないコースでいろいろなことを勉強し、失敗し、そして学んでいる。まだまだやりたいことはたくさんあるのだろう。うまくいかないことも多いだろう。予選落ちの後にいきなり優勝争いというのが今年は多い。それはきっとやりたいことを試しているから。再び訪れる最終日の上位スタート。一体渋野ひな子がどんなプレーを見せてくれるのか。やっぱり期待は膨らんでしまう。 昨年は支部の日なこら激闘プレーオフホール18番が悪天候の影響で10番に変更。初日が好転のため早々にサスペンデッドとなり、その影響で2日目も日没サスペンデッドとなるなど、イレギュラーな日程が続いているスタンレイ・レディス・ホンダだが、その影響はエクストラホールの舞台にまで及んでいる。 もともとプレイオフは18番ホールパー5で予定されていたが本日のホールアウト時刻が遅いことまた明日の天候も荒れることが予想されており月曜日10円が難しいことから10番パー3と早期決着できるホールに変わった 一昨年は稲見萌音が浅井咲、手孫悠、韓国を昨年は渋野雛子が孫悠、木村彩子、そして当時アマチュアの佐藤真悠を18番でのプレイオフで下し優勝を手にした。現時点で首位に小岩井桜、西野真央、菅沼奈々が並ぶ混戦模様となっており3年連続プレイオフの可能性は十分にある。パー5での激闘が見られないのは残念だが 今年はパーさんで新たなドラマが生まれるかもしれない。